はい、どうも皆さんこんにちは、タクトです。今回なんですけど、なんでいきなりね今車に乗ってるかと言いますと、ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、僕のハーレの48のね、このシート下の左の部分と、あと反対ですね、この右の部分が結構大きくね塗装われちゃってるんですよね。これ結構目立っちゃって、でも普通にねショップ出そうと思ったんですけど、なんかね動画のネタになりそうだったんで、ちょっと今日はね、なんと自分でハーレーを自家塗装してみようと思います。イエーイ。でまあハーレー乗っててね自家塗装かやと思うかもしれないんですけど、ほんといつもだったら全然ショップ投げるんですけど、なんかちょっと楽しそうだったんで、ちょっとチャレンジをしてみようと思います。で材料とかね、まあ塗料だったりとか、あとパテとかペーパーとかも全部ね、ホームセンターで揃えたんで、早速やっていこうと思います。いきましょう。はい、というわけでね、今部品を外してきました。これやばいっしょ。これ見て、これもうねズタズタに錆びてるんだよね。この辺わかります？これめっちゃ錆びてるの。この下も結構やばいっしょ。これでこっちが右側のオイルの方ですね。ここもねちょっと錆びちゃってる。やっぱ一番ひどいのはこっち側ね。裏もねもうこんな感じで、もうペリペリめくれちゃいそうな感じの、てかめくれますね、こんな感じなん で, でまず最初はね、この剥離剤を使ってね、今あるこの黒いのを全部剥がしていこうと思います。早速じゃあ行きましょう。腕をいっぱい振ります。こうやってここにガーって見てほしい。でね、今こんな感じで剥離剤撒いたんで、ちょっとこれでね放置しようと思います。え、嘘でしょ、マジで、え、嘘でしょ、全然剥げてないやん。うわ、やば。この粉底塗装っていうらしくて、剥離剤がなんか意味ないらしいんですよね、なんか弱いやつだと。ってことで物理的に削ります。はい、というわけでね、まさかの剥離剤が効かないっていうことだったんで、とりあえず一回剥離剤を全部落として、でペーパーでねこの黒を全部落とそうと思ったんですけど、あまりにも黒が分厚いもんで、とりあえず今ヤスリで全部傷をつけて、ちょっとまだ残ってるけど、まあ多分こんぐらいだったら乗るんで、こんな感じで錆のところはねもう塗装落としました。全部こんな感じで、本当だったらこの黒いところも落とした方がいいんですけど、ちょっと自家塗装だとねちょっと厳しいんで、このまま塗ります。はい、というわけでね、今サフが拭き終わりました。こんな感じです。いい感じに拭けましたね。ちょっとこれで乾かしていきます。はい、というわけでサフをね3回拭いた後です。今ちょっと近くで見てみましょう。こんな感じですね、わかるかな。今これ3回目です。結構綺麗にいけたんで、やっぱちょっとねこういうゴミとかが入るんで、今からこういうゴミとかちっちゃいね気泡とかをペーパー800番で鳴らしていきます。はい、というわけでね、今ペーパー軽くかけて表面のねゴミとか塵を除去したんで、次は黒ですね。トヨタの202ですね、カラーナンバーは。この黒を今からかけていきます。もう同じく端っこから、はい、というわけで黒が拭き終わりました。こんな感じでございます。今これ1回目ですね。まだこんな感じでもういい感じに塗れたんで、ちょっとこれでまた放置していきます。はい、というわけでね、今黒が乾きました。こんな感じです。めちゃめちゃ綺麗です。でもう1回ぐらい黒拭いたらね、上からクリア塗っていきます。こんな感じです。
はい、というわけでちょっとね逆光でめちゃめちゃ見えないですけど、今回はこのクリアですね、ウレタンクリアを吹いていきます。はい、というわけでね、今クリアが、4回吹きましたね。めちゃめちゃ綺麗に仕上がりました。こんな感じでございます。で、このままだと表面がちょっとまだザラザラしてるんで、こんな感じでザラザラしてるんで、1回1000番と2000番のペーパーを当ててね、その後にポリッシャーで研磨していくって感じです。なんで1回研磨します。はい、というわけでね、今ペーパーが書き終わりました。こんな感じですね。バフをかけてみようと思います。これですね、最初はこの傷消しのね3000番のコンパウンドを使ってこのバフでねかけていきます。はい、というわけで今バフがけが無事に終了しました。表面がこんな感じですね。もう上出来でございます。空がバッチリ反射してますね。ちょうどこの部分にね大きい塗装割れっていうかサビがあったんですけど、まあこんな感じでね綺麗に埋まったんで良かったですね。ツヤも出たんでバッチリです。で、反対側ですね、ちょうどこの部分にサビが大きくあったんですけど、こんな感じで綺麗になくなってます。表面もこんな感じでねツヤが出たんで OK です。はい、というわけでね、今回の動画なんですけど、ハーレーを自家塗装してみたって企画だったんですけど、無事にね終了しました。こんな感じです。で、今日はねこういう DIY 動画だったんですけど、次回はねまた元ブログでバイクに乗ってる動画なんで、またそっちの方もねチェックお願いしまーす。ということで今回もこんな感じで動画終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。